グループの昨年度の連結決算は行動制限の緩和やイベントの再開などにより営業収入が135億4800万円と前の年を18.2%上回りましたまた燃料や物価高騰の影響を受けたものの営業損益は5億5600万円の黒字経常損益は7億2500万円の黒字でした

新型コロナや燃油高騰に関する補助金の減額が見込まれるものの、営業黒字を見込んでいます。